2023年1年間で買ってよかったものをご紹介していきたいなと思います。うわ、これよかったよねとか、これ使う気になるよねとか、めっちゃコスパいいよねみたいな話をいろいろしていきたいなと思いますので、魔法のようなアイテムしか今回は紹介しません。はい、本日ですね、2023年1年間で買ってよかったものをご紹介していきたいなと思います。ということで、今年もいろんなもの買いました。っていうのもね、1着30何万するようなものもあれば、安いものもあったりするんですけど、でもね、今回の買ってよかったものには安いやつも入ってるんですよ。で、それって公平に見て、別に値段が高いからいいとか、安いから悪いとか、そんな話じゃなくて、僕が実際この1年間で使ってみたりとかしてみた中で、うわ、これ良かったよねとか、これ使う気になるよねとか、めっちゃコスパいいよねみたいな話をいろいろしていきたいなと思いますので、魔法のようなアイテムしか今回は紹介しません。だから7個ぐらいしか、ほんまに厳選して、あんな何百万も使ったのに7個だけって言われるかもしれんけど、もうそれが僕の本心なんです。だから今回は忖度なく、誰にも案件でいただいたわけでもないし、僕が思うことをね、いつも通り言っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まず買って良かったもの一つ目っていうのはですね、まあこれはすぐ出てくるんですけど、こちらですね、オンっていうスニーカーのクラウドモンスターというスニーカーになっております。で、要はなんか実はね、この後ろのスイスのタグがあるやつって日本モデル、日本限定バージョンらしいんですけど、これ近々動画出しますので、買い物動画してるときに店員さんに、ここのねスイスタグがあるやつって日本限定バージョンだから結構海外の人買い張るんですよみたいな話してたんですけど、それを先取りで言っちゃいました。だからそれだけなんですけど、このロゴがあるってことは、あ、ジャパンモデルやなっていうことで、まあ日本で買う方がほとんどやと思うから、これはついてると思うんですけど、何がいいかっていうと、とにかく軽い、めちゃくちゃ軽くて、クッション性は過去一です。僕いろんな他オネオネとか、他オネも3万なんぼとか履いたりしましたけど、結局これが一番多分履き心地はナンバーワンやったんですよ。っていうのもね、僕これハワイで履いとったんですけど、ハワイでスニーカーこの1足しか持っていかんかってずっと履いてたんですけど、普通って旅行の時ってね、めちゃくちゃ歩くから足の裏疲れたり、ふくらはぎちょっと疲れたりするじゃないですか。全くない。で、しかも靴ずれもなかったんですよ。だから靴ずれないわ、足疲れへんわってなったら、必然的にこれをずっと履いてるんですね。で、面白いもんで、ハワイ行くじゃないですか。ハワイの現地の人とか観光してる人らも、何履いてるんかなって思ったら、オンめっちゃ多いんですよ。日本ってオンそんな、まあ、ちょこちょこ見るかなぐらいな感じだけど、ハワイ行った時って2、3割オン履いてるんちゃうかなっていうぐらいオン履いてる人めちゃくちゃいてはるので、多分海外でも人気やなと思いますし、でそれこそ日本は安いらしいので、日本で買うとまあお得っていうことで、外国の方も結構爆買いするらしいんですけども、これは一足持っといて間違いなく損ないやろなと。まあファッションによってはね、ちょっと合わへんっていう時もあったりするんですけども、まあ週末のね、カジュアル着てる時なんかはもうこれさえ履いとけば、足疲れることないし、その月曜日からのお仕事に支障が出ない。もう彼女に連れてってとか、もうめんどくさいところでいろいろユニバ行かなあかんとかなっても邪魔くさいんやけども、まあそれでもうこれ履いとけば、まあまあまあまだちょっとマシでいけるかなっていうところが、今回良かったところまず一つ目ということになっております。で、二つ目が何なんかというと、こちらのファミマのショーツですね。で、これは確か4月ぐらいに販売したんですけど、まあ結構早くなくなっちゃったんですよ。で、今回初めての販売やったっていうことで、 M サイズと L サイズしかなかったんですね。僕これ M 買ったんですけど、おそらく来年ももしこれしてくるって、出してくるってなるんやったら、かなり争奪戦にはなると思います。っていうのも1900円とかなんですよ。2000円以内でこれ買えて、一回履いてみますけどね、サイズ感的に結構丈短いの嫌いとか丈長いの嫌いっていう人多いんやけど、それの絶妙なライン取ってるんですよ。だからどっちの人が履いてあって、長すぎるってこともないし短すぎるってこともないから、結構履きやすいで、それでいて乾くめっちゃ早いんですよ。僕ハワイの時もこれ持ってたんですけど、その時もね、手洗いしてね、手でキューって絞ってポンって干しといたら、もう 2,3 時間したら乾いてるんですよ。だからこれバギーズショーツより優秀なんちゃうかって思うぐらい、これユニクロのね、多分衣服ナンバーワンちゃいますかね。まあ靴下とかもいいとかって僕言ってるんですけど、多分ほんまにユニクロで、ユニクロじゃあのファミマで良かったって言われたら、まあショーツやし、この1年間買った洋服の中でもこのファミマは2000円やったけど、1万円あと5倍値段出しても買うやろなと思うぐらいなんで、とにかく縫製の仕上がり、そして完成度、使用用途全てにおいてもうパーフェクトって言ってもいいぐらい魔法のショーツなんでね、これはぜひ買っていただきたいなと思います。まあ、ただ4月から販売なんで、もうずっと目追っかけとかんとすぐなくなっちゃうから、ぜひぜひ見といてほしいなと思います。のが2つ目というのがあってました。で、3つ目が何なんかっていうと、まあ、洋服じゃないんですけど、結構できる男の人ってこういうとこにもこだわってると思うんですけど、これ手洗い用の石鹸なんですね。これ高島屋とかに売ってるんですけど、バームっていうブランドでめちゃくちゃいい匂いするんですよ。で、僕らね、最初はイソップっていうハンドソープ使ってたんですけど、これはそらええ匂いして、そら女子喜ぶわっていうような匂いしとって、たまたま行った居酒屋さん、よく行く週1で行く居酒屋さんがあるんやけど、それがこれに買い取ったんですよ。最初はイソップやったけど、これに買い取って、めっちゃいい匂いじゃないですか、どこで売ってるんですかって言ったら、ネットでもね、公式サイトがあったんで、そしたらリンク貼ってるんですけどもね、めちゃくちゃ良かったですね。使う人使う人、これめっちゃいい匂いな、どこで買ったんですかって聞かれるがいい、僕らも気に入ってるので、ぜひこういう洋服がお好きな方とかっていうのは、匂いとか清潔感とかも大事にされてる方多いと思いますので、このバウムっていうのはね、アロマティックハンドボッシュっていう名前なんですけど、ぜひぜひこれを見てもらいたいなと思います。でね、次が何かと申しますとですね、次は
このねサンスペルっていう T シャツ、これめちゃくちゃ優秀です。っていうのも何が優秀なのかっていうと、スタイルがめっちゃよく見えるんですよ。で、もともとイギリスのブランドやだっていうところもあって、なんかあの日本の子供っぽい感じとかじゃなくて、ちょっと大人の人がね着るような感じの T シャツのサイズ感になってるんですね。だからめちゃくちゃ使いやすいし、まあここで後で時計とかしていったら一気にね、なんか大人の雰囲気になってくるかなっていうところで、でそもそもこの生地自体がすごいこだわってるんですよね。でまあスーピマっていう、まあこだわったところの糸使って、それはアメリカなんやけども、それ使われてるから、洗っても洗ってもそのよれてこないとか、この曲がってこない。ただ安い T シャツがあって、最初はめっちゃ綺麗なんですけど、洗うとめっちゃよれてきたり、こう胴が歪んでくるんですよね。でそれって製法にちょっと問題があったりするんですけど、これはもともと肌着ブランドが使ってるサンスペルっていうブランドなんですけど、形が崩れにくいっていうのと、まあ価格は1万円ぐらいするんですけど、何回も使えて崩れないんやったらまた来年も着れるやんってなってくるじゃないですか。で特に今回ねおすすめしたいのはカラーもの。なんでかというと白はめっちゃ透けます。だからもうビーチク丸見えボンバーずっとモザイクかけておかなあかん状態になりますし、僕自身ももう白はこれタグついた状態でほったらかしっていうぐらいもう着てないので、白は買わない方がいいと思います。薄いからとにかく透けるんですけど、あの色付きのものは透けないのでね、非常にこう使いやすいんじゃないかなと思います。でそれこそハイブランドのねジバンシーとかの T シャツが7万とかで買ったりしたんですけど、糸の良さだけで言うとね、全然サンスペルの方が糸はいいし、生地もいいし、縫製もしっかりしてるから、まあ、ロゴがお好きやったらこうジバンシーとかこう分かりやすいのが着ればいいと思うんですけど、いや無視でかっこよく着たいっていう方はね、このサンスペルはちょっとオーバーサイズのこの日本人のこう若い子供っぽい雰囲気じゃなくて、ちょっと大人っぽい感じで着れるっていうことなんで、多分レストラン行くとかちょっとね大人のこう雰囲気を出すってなったりしたら、めちゃくちゃこう使いやすいなっていうところで、それが1万円って考えたら僕は結構コスパいいなと思っちゃったんで、これはぜひ買ってください。でできる限り、まあ、自分が似合う色の方が絶対いいと思うので、それこそこの着用動画でも言ってるんですけど、僕青とか似合わないんで、青とか着てるとちょっと無理してる感が出たりするんですけど、逆にこういうくすんだ色味は僕得意なので着るんですけど、弟は苦手やから、こういうの着ちゃうとめっちゃあの老人っぽく見えるというか、老けて見えたりとかするっていう、まあそれぞれみんなパーソナルカラーあるので、それで合わせていただくっていうのが多分いいかなと思います。でね、ちょっと買ってよかったと思うと関係ないじゃ関係ないんですけども、僕やってよかったなと思うのがこの眉毛アートで、眉毛僕アートやってるんですけど、眉毛のアートメイクって眉毛が薄い人とかってここにね描き足したりとかするっていう感じなんですけど、僕の場合は薄いから結構描き足してるんですよね。でそれによってやっぱり顔の印象変わるし、結構仕事とかでもうまいこといくんですよ。こう身だしなみがシャキッとしてる風に見られるから、結構商談とかも、あなるほど、じゃあタコさんそこまで考えてあるんですねとか、全然大したこと考えてないのにそういう風に思っていただけたりするってことなんで、あの眉毛薄い人はアート、眉毛アートした方がいいと思うし、眉毛濃いっていう人は、アートサロンっていうかな、眉毛サロンっていうかな、そういうとこ行って抜いてもらったり切ってもらったりするだけで、男性ってなかなか印象変わりづらいけど、髪型と眉毛めちゃくちゃ変わるので、絶対やってもらった方がいいかなと思います。これちょっとまあ話しとれちゃいましたけど、で次がね6個目が何かっていうと、モンクレールのダウンジャケットで、ここには今ちょっとないんですけど、なんでないんかというと、今クリーニング出してるんですよ。で高級ダウンジャケット専用のクリーニングっていう場所があるので、そこに出して全部手洗いでやってもらってるという状態でね、今はないんですけど、以前ね購入のレビューの時もご紹介したかなと思うんですけど、なんでモンクレールがいいかというとね、はっきり言って高いからいいとかって、そのことどうでもいいんですよ。例えばこれとかもアクロニウムっていう35万するマウンテンパーカーやけど、全然買ってよかったものには入ってないんですよ。でそれ以外にも幼児山本ってこれ7万か8万ぐらいする、まあ学生服のパンツみたいなね、生地はそれと同じような生地使ってるパンツがあったりとかして、もちろん高価格なものはいっぱいあるんですけど、何がいいのかというと、モンクレールにはダウンの全てが詰まってるんですよ。だからダウンジャケットの最高峰とか、もう上の方に行きたいんだったら、もうまずモンクレールをちょっと買ってもらいたいと。でモンクレール買うと結構わかります。あ、タクゾーが言ってることこれかと。だから高いものがいいなんか全然思ってないから、高くても全然ランキングに入らないものいっぱいあるんですけども、あ、ダウンジャケットが価格と反映する理由って、あ、これを言ってんのかっていうのを多分持ってもらうとわかると思うんですけども、多分持ったことない方は多分それがわからないと思うので、なかなかモンクレールっていうとこう名前だけとか、こうブランド名だけとかって思うかもしれないですけど、いやもうタグなんか引きちぎれと、タグ引きちぎれてもいいからモンクレール来てくれっていう思うぐらい、まず一回いいものを知った上で、あ、世の中こうなってんねや、まずあのこの上と下を知ることって大事じゃないですか。下しか知らないっていうよりかは上もちゃんと知ってもらって、あ、総合的に見て俺はここでいいわとか、私はここでいいわっていう判断は非常に大事だなと思うんですけど、まあ上を知らない状態で言うのもねどうかなっていうことなんで、まあまあダウンジャケットで間違いない、失敗したくないっていうことであれば、モンクレール結構数が多いので、いいんじゃないかなと思います。で僕自身もダウンジャケット作ってるんですけど、まあモンクレールがなんか原価が 20% やから、あの買うのやめましたっていうコメントもあったりしたんですけどね、まあモンクレールのダウンの 20% が安いと思う人も多いかもしれないけど、セレクトショップ行ってください、もっと安いから、めちゃくちゃもう 10% 台とか山ほ
ほどあるから。そんなもんでモンクレールの 20% 結構出してる方やんぐらいしか僕思ってないんですけど、10何パーの洋服って山ほど世の中にあるので、まあ、それってやっぱ仕方ないんですよ。だから原価だけで考えると、まあ、少し安くか感じるかもしれないんですけども、まあ、ちなみにあの僕作ってるダウンジャケットはモンクレールが原価高く、生地から備品から全部ダウンの中身から全部高いやつ使っていただきますので、原価が高いやつがいいっていう方であれば、タクゾの方ね10日間限定で予約も受けてますので、ぜひ見てみてください。まあ、それはどうでもいいんですけども、まあ、それぐらい、まあ、まず上を知ると、上を知った上でこう下を見ていって自分のダンクはどこでいいんかっていうのをね見るっていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと。でそういう意味ではモンクレールはこうパターンからダウンのカッティングとかそのボリュームの調整とかっていうのも完全に洗練されてるので、まあ、それを知った上で、あ、俺はこれいらんなとかね、俺はここがちょうどいいなっていうのが結構見えてくると思いますので、僕も買い出してからね、あ、見えてきたっていう感じもあって、じゃあこの35万のアクロニウムのマウンテンパーカー何が悪いのってなったら、別に悪くはないんやけども、これ5万のマウンテンパーカーと違いはないんですよ、比較はね。で性能の違い全くないけども、デザインが違う。デザインにお金払われたいんだったら全然ありやと思うけども、これ性能とか着心地とかこの保温力防風力っていうのであれば1万5000円のゴアテックスとあんま変わらへんって感じなんで、何でもかんでも値段高ければいいっていうわけじゃないかなと思いますので、まあ、そういったところで見ていただければいいかなということに思ってます。で最後は何かっていうと、まあ、こういう感じで僕の視聴者さんって方結構時計を好きな方がいらっしゃったりとか、まあ、車を好きとかいっぱいいろんな趣味があるんですけど、僕小物ケースをね今までなかって、例えばこういうアクセサリーとかをどこに置いとこうかなと思った時に、小物ケースをね結構これ安かったね、2、3000円かなぐらいであって、1000何本かな忘れたけどあったんですけど、意外とねあの画像で見てたら結構大きいんかなと思ったけど、届いたらちっちゃいんですね。で段ごとに重ねられるし、ぐるっとこう回すだけで入れ物変えたりとかできるって感じなんで、例えば僕はアクセサリーずっと入れてるんですけど、それ以外にやったら例えば USB 入れとくとかね、仕事のなんか小物入れとくとか、あとはまあ時計ちょっと入れとくとかでも全然いいですし、男性こそねちょっとしたものどこに置こうかなっていつも思うんですよ。女子はいっぱい引き出してあるし、奥さんはいっぱい化粧品やなんやってこう棚あんねんけども、俺らないやないけど、わしらどこに入れたらいいのってなった時に、小物ケース結構使えるので、ぜひぜひ使ってみてほしいなと思います。なのでまあイメージ的にはこう見せる収納ですよね。隠すっていうよりかはこう見せながら収納していくっていうところなんで、これ結構いいかなっていうことで、以上計7個になっておりました。で今回あれ洋服少ないんちゃうかって思われるかもしれないけど、まあ今回1年間いろいろほんまに買ったんですけど、まあ、その中でマジで良かったって思うとやっぱ限られてくるんですよ。だからこの辺とか、あと洋服じゃないやつも入ってきたりはしましたけども、マジで良かったっていうのはこの辺。だからまあ本当に忖度なくね、ファミマのショーツを良かったっていうのもマジで良かったと思うから、ほんまに1900円とか関係なく良かったと思うので出してますし、25万円のモンクレールもそれは値段かかってくるわなって思うぐらい、体感しないとわからないっていうところだったんで良かったなと思いますし、あと眉毛アートもね、これもまあ1年に1回ぐらい僕入れたりするんですけど、これするだけでね仕事がうまいこといく。だから仕事好きな方とか、僕もめっちゃ好きなんですけど、そういう方なんかにはね人の印象変わっちゃうので、ぜひぜひやってもらえたらいいかなと思います。であとオンのスニーカーは日本が一番安いから、とにかく黙って日本で買う、見つけたら買う、もう今サイズかけてると思いますので、多分サイズがあるってことはもうラッキーで、もう運命のタイミングから買うしかない。サイズあるけど迷う、どうしようかななんて言ってたらもう外人来てピュッて取られるから、もうあったら買う、もうそれで覚えていただければねいいんじゃないかなと思います。あとはアクセサリーとかって時計とかぐちゃぐちゃ動いてませんかと、ちゃんと小物ケース入れていきましょうというところもあったりとか、あとハンドソープね、ハンドソープも何でもええねんとかっていうのもだいいんやけども、やっぱこういうところにこだわりがあるからこそ、あ、服装もちゃんとしてる、あ、匂いもいい匂いしてるってなったりすると、余計またこれも仕事にも生きてくるし、人の印象って変わるから、めっちゃかっこいい格好してるけど臭い人ってなんかイメージ悪いけど、めっちゃちゃんとしててなおかついい匂いしてたらバレちゃうなってなってくるから、こういうところも大事かなということで、皆さんね、このバームの方買っていただきたいなと思います。バームさんからっていうか、今回7個紹介したやつ1個も案件いただいておりません。なんか残念なことなんですけども、いただいてないんですけども、まあ、僕実際買ってみて使ってみてよかったなっていうところねご紹介させていただきました。例えばなんですけど、こういうクロムハーツなんかもお好きな方っていらっしゃると思うんですけど、まあ、クロムハーツなんかこう見てもらったら分かる通り、やっぱ色がねシルバー925なんで、どんどん色が変わっていくんですよ。これも同じくシルバー925なんですけど、クロムハーツ14万円するからくすまないっていうわけじゃなくて、素材はもう925全く一緒なんで、くすんでくるよと。だからケアしないともうこういう感じでなんかもうくすみ状態になってね、銅色みたいになっちゃってますけども、まあ値段が高いから良くなるっていうか、デザイン料で取られる時もあるやろし、あとこれ靴下ね、あのこれ買ってみたんですけど、モンベルのゴアテックスの靴下、これね8000円するんですけども、ゴアテックスやからどうやろうなっていうところで、これも一回使ってみて、どうかっていうのもねちょっと試してみたいなと思ってますので、まあいろいろこう実験していって、僕の中でほんまに良かったっていうものを今回ご紹介させていただいたということになってますので、2024年の買って良かったものということになってました。また多分間に合うと思いますので、皆さんね買い物行かれた際とか買い物行けない方は下のリンクとかからね見てもらって、ポチれるものはポチっていただければなと思います。はい、ということでね、買って良かったものシリーズ、また来年の2024年のね年末でお会いしたいなと思ってますので、今年はこんな感じということになってました。ということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。